はい、お疲れ様です。今日はね、ちょっと俺が兄弟にちょっと説教しようと、今日はちょっとお説教タイムです。今ちょっとセットしてるから、え、曇ってるけど、はい、どうもね、ちょっと今日は説教タイムです。はい、まず今日9時15分に約束してて、俺2時間半待たされました。はい、ね、はい、喫茶店で俺2時間半も待ってんね、一人で。で、思ったのが、今日でさ、9時15分新宿ねって最初言ったじゃん、電話で。で、まだ2時間も前だったんだよ、それ。うん、だから7時過ぎに電話した時に、9時15分ねって言って、まだ2時間以上あったじゃん。でも、今からだと、今川崎からだと、2時間で間に合わねえとか言ってたから、ちょっと遅れるって言ったでしょ。まあ、分かったわって言って、俺も。そう思ったんだけど、ゆくゆく調べてみたら川崎から新宿って35分で着くんだけど、どういうことだろう。まずそこがおかしいんだよ。2時間以上あって今から出てもまだ着かないから遅れちゃうって言って調べたら35分なんだよ、川崎から。どういうことなんですか。言い訳のタイムもいいよ、あげるよ。それがあったんですよ。で、いい加減2時間半待ってるから、何回も電話してなかなか出なくて、やっと出たのね。で、どこいんのって言ったら、もう電車で寝ちゃってて、スカイツリーの方まで行っちゃってたんですよ。ね、スカイツリーの方まで寝過ごしちゃってて、でこれがまた結構あるんですよ。1回2回じゃなくて1回2回じゃなくて、これ結構あるんですよね、電車で寝過ごしてみたいな。まあまあまあ、そこはまあ100歩ずついいとしても、で、じゃあどこにいるのって言ったら、そのスカイツリーの方にいるって。なんでスカイツリーの方にいるのって。なんかバスに乗ったって言うんだよね。一つ一つ説明してくれない？まず電車で35分で来れるところをどこで何を降りて、なんでバスに乗ったの。その説明をしてよ。分かんない。バスに乗ったんでしょ。だって確か乗り換えなかったよ、調べたら。川崎から一直線で来れたんだよ。それをどっかで降りて、どっかのバスに乗ったんでしょ。で、スカイツリーの方行ってたんでしょ。大丈夫なんですか、その尋常じゃない汗といいさ、今の俺なんか薬で、変な薬でもやってるの本当に心配したもん。その確認、待って、その確認させて。変な薬はやってない。やってない。その汗の量と、喫茶店に来た時に水を飲む数、尋常じゃないぐらい水飲んでたじゃん。俺絶対これなんかやってんなと思って、ね、本当のこと言って。なんだ、兄弟なんだから嘘なしでしょ。だからやってない。で、まあいいや。まあそこまで、まあまあまあ2時間半遅刻してきて、バスに乗ったりよく分かんない行動を取ってたから、俺はもうピンときたんですよ。あ、これ絶対酒入ってるなと。で、来て、やっぱり案の定、よれよれな感じで来たから、今日酒飲んだろうって言ったら、飲んでないって一回嘘ついたんですよね。飲んでないって一回嘘ついたんですよ。だけど、もうバレバレだから、俺、奄美大島でも、兄弟の話にたまに見てたからね。もうバレてんのよ。あ、今飲んでんなって分かってんの。
たら白状して酒飲んだと、うん、せっかくだって2週間以上やめてたでしょ、うん、3週間3週間か、うん、そうだよ、もう3週間ぐらい酒をやめてたのに飲んじゃったらしいんです。で別に俺は飲んだことに対して怒ろうとは思ってないから、うん、それはなぜかというとそんなにすぐにパッとやめられるとは思ってないからね、長期的に考えてるから、うん、別に酒を飲んじゃったって言ったところで何やってんだよとは言ってないじゃん、うん、それ別にそれは怒んない、別に正直に言ってもらえればいいしね、そうそうそう。だから俺さっきあれだよ、ダルクにさ、ダルクにマジで一回連れて行こうと思ってさ、さっき新宿のダルクに電話したの、これから行っていいですかって、あの電話ね、そしたら日曜日でやってなくてさ、うん、そうだから本当に今今日日曜日でやってたらもうこのままちょダルクに無理やり連れてって、なんかその話なりカウンセリングなりちょっと受けさせたいなと思ってたんだけど、まあ、ちょっと やってなかったので、まあ、あれですけど、まあでもね、兄弟的にも言い分があるんでしょ、うん、酒飲んじゃった理由っていうか、俺のダチが、うん、すごいダチがなくなっちゃって、うん、昨日はなくなっちゃったんです。おとといじゃない、おとといか、うん、そうだよ。で、ちょっとそいつが酒好きなやつで、で、俺も弔いで酒を飲んでしまいました、うん、そうそうそう、すいません。まあまあそれはね、俺が奄美市にいた時に電話かかってきて、幼馴染が亡くなっちゃったっつってさ、マジかっつって俺もちょっとびっくりしたんだけどで、まあおそらくちょっと焼け酒じゃないけどさ、多分飲んじゃうだろうなと思ってたから、まあ別に想定内なんだけど、うん、まあなんだろう、やっぱその、じゃあ今日も酒も何も入ってなくてさ、調子が良ければさ、そんな電車でわけわかんない、寝過ごしてさ、バス乗ってこいスカイツリーの方まで行ってとかさ、そんなこと取らないじゃん、ちゃんと正常な。でやっぱ酒が入るとやっぱそうやっておかしなことにもなってくるし、そのやっぱ良くないことじゃん、自分自身も良くないし、でしかもそのお友達っていうのが肝硬変、うん、肝硬変で亡くなったらしいんですね。で肝臓でしょ、うん、だからなおのこと気をつけないとじゃん、兄弟のさ、うん、明日は我が身だと思って急にね、体が悪くなってさ、うん、全然あり得る話じゃん、うん、そうだからちょっと今日説教タイムって言っても、俺は兄弟を救おうと思って助けたいから、うん、その愛の無知だからね、うんうん、そうそうそう、結構ね言われんだよ、DM とかでさ、ちーくんのこと見捨てないで、タイゾンさん、なんとかしてあげてくださいみたいなさ、結構来るんだよ、うん、だからそういう、やっぱみんな応援してくれてるから、うん、そういう人たちのためにもさ、この前も動画撮ったじゃん、兄弟が酒やめてることによって、見てるリスナーの人で、あ、自分も勇気づけられるような人がいるかもしれないっていうさ、言ったばっかじゃん。そうだから、そういうのもあるからさ、なるべく、まあ、そのおそらくまた飲むと思うよ、飲む機会があると思う、絶対誘惑に負けたりとかしたら、だけど、まあ、徐々に、本当に徐々にでいいから、ね、酒を断つっていう、まあ、本当に長期間と俺も考えてるから、そんなすぐにはパッといかないから、まあね、ちょっと今日は説教プラス、まあ俺の気持ちとしてね、動画を撮らせてもらったけど、そうそうそう、まあ頑張ろうよ。そうだね、まあ友達がね亡くなっちゃって落ちて
あもうやってらんねえって言ってもう酒飲むのそれはもう分かるよ、うんうん、飲まずにはいらなかったんだろうし、うん、まあ、そういうね理由もあるからさ分かると思うまあだから頑張ろう。はい、うん、分かりました、ね、皆さんも、引き続き力の兄弟を応援よろしくお願いします。はい、はい、ではありがとうございました。